眼科医の平松です。今日は黄斑浮腫や、ブドウ膜炎の人に注目してもらいたい最新のお薬についてお話ししようと思います。それがですね、フルオロシノロンアセトニドインサートっていうものです。簡単に言って目にプチュッとですねステロイド炎症止めのお薬の除光剤、ゆっくり効くようなのを目に入れる、こんな感じの治療になります。これがですね、レチナっていう、網膜系の専門の雑誌に載っていたわけなんですけれども、レチナの2023年旬6月号な感じかな。はい、こんな感じになります。調べたい人は後で詳しく調べてください。ということで、フルオロシノレンアセトニドインサートを、これはね、白内障手術後の目の奥のむくみの人に対して使うと、52.6% の人が視力回復、84.2% の人が浮腫、むくみを軽減したっていうような研究になります。で、これは、メカニズムから考えてブドウ膜炎とか、その他の病気や黄斑浮腫、ね、それが今回の白内障術後に限らず、糖尿病性であろうと、網膜静脈閉塞症であろうと、効果を発揮する可能性があるので、今後ちょっと期待できるかなっていうふうに思います。で、毎日毎日目薬とかじゃなくて、除光剤なんで、一回やっちゃえば済んじゃうわけなんで、ちょっと今後どういうふうになっていくのかなっていうのは、また、出次第ご報告しますんで、それは、概要欄にメールマガジンっていうのがあるので、それ登録しとくと、今日、この、最新情報アップしましたって出しますので、それ見ていただければと思います。よろしくお願いします。